なあ、間宮ゆいのプロフィールって俺にも教えてくれる？そこに何か江原との接点になりそうなもんないかな。見てみますね。ちょっと待ってください。よう、その間宮ゆいが江原とグルだって根拠、もう一つ思いついた。何です？そもそもこの痴漢事件は大々的に人目に触れて初めて三越場殺しのアリバイに使えるもんだ。だがもし痴漢した相手がそのまま泣き寝入りしちまったら誰の目にも止まらない。そんなもしを残したまま経過は立てられないだろうな。それとやっぱり間宮ゆいが来るんだのは江原の計画にとって大前提だ。確かに江原は痴漢の被害者と示し合わせて検察の目を欺いた。さらにそれ以外にも仲間がいます。間宮ゆいからそのつながりを見つけられれば、多分一気にそいつらも引きずり出せますよ。間宮ゆいのプロフィールですけど、結婚前の旧姓は鈴木、年齢は30歳、東京大田区出身で、小中学校は公立、高校は私立黒川学園から東都大のビジネス学部を卒業。ん？旦那さんとは職場結婚だったみたいです。旦那の間宮太一は株式会社テクノゼータ工業デザイナー、6年前に生まれた一人息子は颯太君で小学校1年生。待った、間宮ゆいの高校黒川学園って言ったよな。最近耳にした。偉人町でだ。あれは確か俺が三越場の殺害現場に行った時、それを遠巻きに見てた奴らがいたんだ。3人組で事件の現場を冷やかしで見に来たって言ってた。そいつらが黒川学園の同窓生だって。身分証はお持ちですか？免許でよければ。赤池さんですか？お年は30歳。赤池さん30歳、間宮ゆいも30歳。それが何だって言うんだ。俺ら今間宮ゆいと江原の接点を探してんだろう。黒川学園のホームページを見つけました。偏差値はかなりいいですね。都内の大田区にある学校です。間宮ゆいの実家から近い。あ、なんだ。女子の制服がすごく可愛いです。この野郎、司法試験からやり直すか。いや、その制服にも見覚えがある。え？清涼高校で江原敏郎からいじめを相談された沢って先生がいるんだ。彼女も黒川学園の卒業生だったのか。沢先生の年は知らないけど、もしかしたらやっぱり30歳かも。下手したらみんな同窓生だ。つながったと言えるんでしょうか。無関係だったはずの痴漢とその被害者が。まだ細いね。すぐにでも途切れそうだよ。でもこのつながりを無視するようなやつは探偵に向いてない。無関係であるはずの痴漢加害者とその被害者、点と点とがつながり、結ばれた線は一本にとどまらない。やがてそれらは一つの疑いへとたどり着く。江原は周到な計画に基づき、あえて痴漢の汚名をかぶることで復讐のアリバイを作ったのだ。
三越柴博殺害の発端は4年前に自殺した江原敏郎君へのいじめでした。ネットに出た殺人動画はその父親江原明弘が息子の仇を討ったことを示している。また江原には複数の共犯者がいます。彼らは10月7日朝6時半、自宅を出た三越柴を車で拉致し、ハイビルに連れ込んで激しい暴行を加えた。そして午前7時半、多分三越柴が江原に殺害されてた時もカメラには映ってませんが、近くに控えていたんじゃないかと思います。同じ頃、そこから30キロ以上離れた池袋駅の防犯カメラにはもう一人江原そっくりな男が映っていました。以降彼を替え玉と呼びます。替え玉は1時間以上ホームのカメラに身を晒した後、午前9時6分間宮結衣と同じ電車に乗り込みました。そして間もなく車内で痴漢騒ぎを起こすと、新宿駅ホームの死角で本物の江原と入れ替わり、三越柴殺害のアリバイ偽装に加担した。これを成立させるには痴漢被害者の間宮結衣もあらかじめグルであることが必要です。なるほど、三越柴殺しのためにえらい人数が動いてるな。間宮結衣と替え玉の痴漢、それに三越柴を拉致したって連中、江原はどうやってそんな仲間たちを集められたんだ？ええ、その鍵になる人物として浮かんでくるのが清涼高校の教師で沢陽子です。彼女は敏郎君にいじめを打ち明けられたただ一人の大人で、2ヶ月前は三越柴の教育実習を見てました。さらに間宮結衣と同じ黒川学園出身です。三越柴の殺害現場を冷やかしに来てたって連中も黒川学園の卒業生でした。彼らは全員年も近く、同窓生だった可能性があります。そいつらが江原の仲間ってことか。で、三越柴を殺すのに協力した。沢陽子が彼らと江原をつなぐ中心人物だったかもしれませんね。彼女は敏郎君が自殺したことに対し、教師としてずっと自責の念があった。それで江原の復讐に協力するため自分の同窓生たちをかき集めたと考えられませんか？ああ、確かに。でも俺はそうであってほしくないとも思ってる。え？沢先生はいい教師です。熱意があって生徒のピンチには必ず手を差し伸べようとする。そして4年前に教え子の自殺を防げなかったことをずっと悔やんでました。ただ彼女にとっては三越柴博も教え子だったはずです。その殺しにもし加担してたんなら、俺はもう人を見る目に自信が持てません。八神、明日また偉人町に行きます。とにかく沢先生に間宮結衣の名前をぶつけて直接その反応を見たい。それまで彼女を江原の一味と考えるかは保留だ。そうですね。あの、ちょっといいですか？黒川学園を調べてたら気になる情報が出てきました。なんだよ。もう13年前になるんですけど、この学校でもいじめ自殺が起きてました。校舎から3年生の男子生徒が飛び降りたんです。沢先生も言ってた。同級生だった男の子が飛び降りたって。ええ、その件ですね。男子生徒の名前は楠本充。30歳になった今も昏睡状態が続いているとあります。そんなことまでネットに出てんの？普通は出ないと思うんですけど、実は彼の母親が今厚生労働省の事務次官なんです。楠本玲子って聞いたことありません？ないかな。私はニュースで見ました。その息子さんのことも取り上げられてましたね。ほら、
厚労省は前に一ノ瀬って事務次官が逮捕されて大変だったじゃないですか。なのに後任者もその息がかかってて何も立て直せず、みんな呆れてたところへ抜擢されたのが楠本さんなんです。ずっと出世コースを外れてたので、それまでの主流派としがらみがなく、ベテラン官僚として知識や経験も豊富だって、加えてお子さんの不幸もあるせいか今ヒロイン的な人気なんです。省内の若手たちにも人望があるみたいで。それって今回の事件となんかつながってくるか。どうでしょう。でも楠本玲子も江原も子供がいじめの被害者だったわけですよね。これも今までは見えなかったつながりかもって思ったんですが。その楠本玲子の息子、13年前に起きたいじめってどんなの。ですね、加害生徒は黒川学園3年生の河合真也。学校の中でも外でも日常的に満君を小突き回してたそうで、うわ、口に雑巾加えさせたりもしてたようです。ひどい。担任の先生もあれですね、いじめの様子を見てたのにやりすぎんなよってニヤついてたそうです。ああ、しばらくメディアに叩かれてたな、覚えがあるよ。多分その時のいじめに同級生だった沢先生や間宮由衣も居合わせてたんだ。そして光くんを救えなかった罪悪感を抱え、江原に共感しやすい状態だったのかもしれません。そこから先は本人たちに聞いてみないとだな。まず明日沢先生によろしくお願いします。私の方は江原の控訴に向けて動くことにします。あの痴漢裁判にはやはり重大な見落としがありました。彼は無実だったんです。なぜならその時息子の敵を殺していたから。ただの痴漢だったはずがえらいことになってきたな。ったく時間食っちゃったよ。いい加減にしろよ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。のんびりしてやがんな。話は聞いたぜ。偉人町に行くんだろ。沢先生に会いに行よう。海藤さんは学校に入れないでしょう。先生に会えんのは俺だけだよ。分かってるって。でもまた外で待ち合わせることになったら俺も呼べるだろ。状況分かってる。海藤さん、沢先生も三越場殺しに一枚噛んでるかもしんないんだ。お前こそ分かってねえな。あの人はそんなことしねえよ。え？俺は人を見る目には自信があるんだ。特にいい女についてはな。やっぱあんたには負けるよ。じゃあ俺はつくもんとこに行ってるぜ。中華街で腹ごしらえしてからな。いつも楽しそうだね。海藤さんはいい店ばっかだぜ。あんだけ数あると一日四五軒は行かねえと。何、どうしたの。見てみろ、阿久津だ。
カムロ町の半グレがなんでこっちに。よぉ、阿久津、なんでお前がここにいんだ。おい、俺らこっちだって。カイトーだ、奇遇じゃねえかよ。取り込み中だ、悪いな。あの野郎、偉人中に何の用だ。わざわざこっちまで手下引き連れて。もしかして俺らと関係ある。いや、向こうも俺らと出くわして面食らってたみてえだ。別件と見たぜ。それにしたっておかしなとこで会うね。あれも RK の奴らかな。結構な人数でこっちに来てるみたいだ。ああ、カムロ町だけのしのぎじゃ食ってけねえとか。ふーん、ま、奴らが何してようがわざわざこっちから首突っ込むことはねえ。お前は早いとこ高校に行ってこいよ。また後でな。時間食っちゃったよ。Yeah!
ばらく寝とけっての。何見てんだ。まだ。いい加減にしろよ。お前の鼻が頼りだ。よしよし。よし行こう。お。よしよし。任せたぞ。こっちだな。頼むぞ。こっちだな。ところで、ええ、ん？
しばらく寝とくっての。いい加減にしろよ。しばらく寝とけって。すいません、いらっしゃいませ。いただきます。これ、ごちそうさま。ありがとうございます。ったく、時間食っちゃったよ。なあ、ん？怪しいな。お。八神さん。ん？天沢。いえ。あ。ん？はい。
八神だ。
なあ。近いぞ。この辺りのはずだ。反応は近いぞ。この辺りのはずだ。ここからだ。ああ、
し。よし。なあ。矢上さん、どうも。今少しいいですか、先生。あの、三越場くんの動画を見ました。わかります。例のあの動画ですよね。江原さんにはアリバイがあったんじゃないんですか。それなら三越場くんを殺してないはずですよね。でもあの動画は本物にしか見えなくて。ええ、おそらく本物です。あの動画の通り、江原さんは自分の手で三越場を殺したんだと思います。ただそうなると
同じ日に起きた痴漢事件の方にトリックがあったことになります。え、先生は江原さんに痴漢された被害者のことを知りませんか？名前は間宮ゆいと言います。知りませんけど。間宮ゆいの旧姓は鈴木でした。彼女は13年前に黒川学園の生徒だった鈴木ゆいです。え、鈴木ゆい？そんな、じゃあ江原さんはゆいに痴漢したということですか？彼女を知ってるんですね。もしかして先生と同級生でした？そうです、高校の3年生の時に。多分そうじゃないかと思ってました。でも間宮ゆいが痴漢被害者だったことはご存じなかった？だってまさかそんな。先生にしたらありえない偶然ですよね。教え子の父親が高校時代の同級生を痴漢してたんですから。それも1日300万人が乗り降りする駅で。どういうことなんです？間宮ゆいは江原さんとグルだった可能性があります。彼女は全てを承知でただの被害者を装っていた。それが殺人のアリバイ工作であることも知っていてです。はあ、でもなんでです？なんでゆいが江原さんと？今俺の知る限り、江原さんと間宮ゆい両方に面識があったのは先生だけです。矢上さんは私が二人を取り持ったと？先生は間宮ゆいとどういう仲だったんです？友人かただの同級生の一人だったか。特別親しくしてたわけじゃ。彼女はクラスの中ではちょっと派手なグループにいて、私はそういうんじゃなかったものですから。最後に会ったのはいつです？高校の同窓会なんかは？大学を卒業した頃に会ったみたいですけど、私は行きませんでした。同級生がいじめで飛び降りたクラスですから。じゃあ先生は卒業以来同級生の誰とも会ってない？そうです。なるほど。そういえば江原さんと間宮ゆいには接点というかもう一つ共通点がありました。え？二人とも過去に身近な人間がいじめを受けて自殺に追い込まれてます。江原さんは息子の敏郎くん、間宮ゆいは同級生の楠本満くん。だから例えば間宮ゆいはそのことで江原さんに共感してたのかも。そして復讐のアリバイ工作に手を貸した。痴漢の被害者を演じることで。どう思います？今のを聞いて何か心当たりは？そんなこと言われても。あの沢先生、もう職員会議が始まりますけど。あ、すぐに行きます。13年前に黒川学園で会ったこと詳しく教えてもらえませんか？間宮ゆいは楠本満の自殺未遂をどんな風に見てたんです？ごめんなさい、これから会議なので。殺人に関わることなんです。江原はわざと痴漢の汚名を着ることで罪を逃れてる可能性がある。おまけに間宮ゆい以外にも三越馬殺しの共犯者たちがいます。彼らは今も野放しになってます。そして俺はもしかしたら沢先生もその一人じゃないかと思ってここに来ました。私が？今もそのモヤモヤは晴れてません。私にどうしろと言うんです？俺が知りたいのは江原と間宮ゆいがどういう接点でつながったのか。多分先生はその材料になる情報を持ってるはずなんです。それはまだご自分でも気づいてないことかもしれません。とにかくもう行かないと。会議が終わる頃にまた来ますよ。お好きになさってください。